衝道岬は神奈川県鎌倉市腰越,越2丁目にある岬で八王子山とも呼ぶ。岬には腰越,越村の鎮守として信仰を集めた衝動神社がある。幕末には台場が設置され、川越藩、合津藩、長州藩などが沿岸の監視に携わっていた。天候台があり、相模湾を一望のもとに置くことができる。さらに晴れた日は、 富士山や伊豆半島も望める。小道岬東側から小道岬を望む民家は、岬の東側にのみ見られる。小道神社社殿小道岬と富士山、腰越,越漁港と小道岬岬内には小道神社、八王子山大場跡がある。かつては、小道という地名の由来となった、小道の松が、岬の山頂にあったが、明治以降いつの間にか枯れてしまい、 現在は見ることができない。三崎の南は相模湾に面し、東は七里ヶ浜、西は腰越,越と接し、腰越,越漁港が隣接している。また、国道134号線が三崎の根元部を横断している。八王子山台場は異国線の相模湾トライを監視、通報するために、天保9年度14年頃に、当地を治めていたカラス山藩が設置したと、 推測されている。この番書は、カラス山藩の後に管理を引き継いだ、川越藩によって大砲が据え付けられ、台場としての機能も持つに至った。しかし、台場となって以降も異国船を打ち払うよりは、監視、通報する番書としての性格を強く持っていた。降下3年8月、八王子山台場の管理は、川越藩から彦根藩へと引き継がれ、 その後、長州藩に管理を遺憾された。しかし鎖国が終わると、異国船を監視し、それらを打ち払う理由が乏しくなった。このため八王子山台場の重要性は下がり、自然に使われなくなっていったと見られている。ありがとうございます。